スズメバチ仮面ヒロポン参上。皆さんこれね、アブラゼミさんです。アブラゼミね、泣くときにね、ウィニニ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 ニみたいなね、あの油を揚げてるときみたいな音がするので、アブラゼミと言いますね。はい、このようにね、透き通ってない、茶色い羽とね、あとこの、白黒のね、美しい模様、そして、まあ先ほど紹介したのに、ウィニニ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 っていうね声が特徴ですね。これ男の子ですね。これね、まあ、あの僕ん家の廊下で死んでたんですね。これ男の子ですよ、この副音機関がね。ね、このね、ここをこすり合わせてね、音を出すんですけども、その機関がね発達してるから、これ男の子ですね。ほらね、これがアブラゼミちゃんですね。これ顔ね、ね、なんかバルタン星人みたいだね。バルタン星人はセミの顔をモデルにしてるんじゃなかったかな。でね、このね、先端部に3つね、単眼と呼ばれる光とかを感じるね、まああの単ね、単なるとかね、一つのって意味のね、一重のっていう感じでね、単眼ね、一重の目と書いて単眼と読みますけど、これがね3つここについてますね。これが皆さんいい？これがね、これが単眼です。3つついてますね、ほら単眼ね。で、これがね、複眼と呼ばれるね。まあ、一般的に目だね。単一の一つのね、目がね、大量に集合した、ものですね。で、これがね、お腹ですね。腹部。腹部ね。これが腹部。で、これが胸部ね。胸部には、筋肉が詰まってますね。で、まあ、あの、セミの場合はね、胸部とか結構空洞でね、音を反響させて、大きくするためのね、まあ太鼓とかでいうところの太鼓のさ、空洞の部分とかね、あんな感じになってますね。で、これが頭部ですね。これがね、アブラゼミちゃんですね。で、まあここがね、まあオスの生殖器でありメスのね、産卵部であるんですけれども、でこのね、まあこのお腹のこの部分をね、震わせて、あの音出してるわけですね。で、これがお口ですね。お口、これを木にね、グニグニと突き刺して、歯間液と呼ばれるね、表面の方に流れてる結構ね、栄養分ね、甘みに富んだ歯間液っていうのを吸ってます。幼虫はね、導管液っていうのを吸ってるからね、導管液はほぼ水だからあんまりね、あの栄養がないんですね。で、その栄養がないのを好き好んでね、根っこの、ところから吸うから、セミの幼虫はね、非常に成長が遅いですね。で、成長が遅いからこそ、まあ5年から、7年ぐらいの間ね、ね、セミは地中にいるっていうね、面白いですね。で、成虫になるとね、2ヶ月ぐらいで死んじゃいますね。でね、飼育が非常に難しいから、セミはね、飼育がめちゃめちゃ難しいから、ね、セミの寿命は1週間なんてみんな聞いたことありませんか？あれはね、野外ではもうちょっと生きるだろうともともと思われていたんですけれども、まあね、でも、あの、飼育下ではね、1週間ぐらいで死んじゃうから、ね、1週間ってされてただけで、あれはね、非常にね、正確ではないデータなんですね。でね、最近ね、高校生だったか、中学生だったか、若い、昆虫研究者の方がね、セミは2ヶ月ぐらい生きるっていうことね、野外では生きるっていうことをセミにね、マークして、また捕まえて、で、また離して、また捕まえてっていうのでね、どんぐらい、同じセミが生きてるのかっていうのを野外で調査した結果、1ヶ月以上、生きるということがね、野外では生きるということが証明されたっていう話ですね。標識採方法とか、まあ、個体数をね、その一群が何個体ぐらい、自然界にいるのかっていう時にも使われるようなね、標識採方法っていうね、まあ、マークをつけて、離してまた捕まえるっていうような方法でね、解き明かしたというすごい地道な努力ですね。素晴らしい。ね。はい。で、そんなね、アブラゼミちゃんね、これね、夏休みのね、研究にはもってこいなんですね。もう夏休みの研究の時に、まあ、アブラゼミがね、羽化する様子をね、観察したり、ね、もしくはね、まあ、僕みたいにね、こうやって、ね、今からやりますけれども、ね、解剖して、中の仕組みをね、よく見たりね、ということがね、まあ、夏休みの研究にぴったりということでね、坊やたちに今日はね、セミの解剖をね、お見せしたいと思いますね。解剖はね、まず外見から入りますからね、外見をよーく見てね、外見をよーく見る。ね、ここから始まりますね。
でね、セミは多くの昆虫類と同じようにこのようにね、片方に2枚の羽、2枚ずつの羽でね、計4枚の羽を持ってます。でね、この、走ってるのがシミアクと呼ばれる、羽に脈と書いてシミアクと呼ばれるものですね。でね、前羽後ろ羽がこうついてます。はい。ね、草翅目、つまりハエとかね、アブとかの仲間ではこの後ろ羽が退化してね、本石子になってますけども、まあセミの場合はね、ちゃんと残ってるってね、ほとんどの昆虫は残ってますからね。まあね、あの蚊とか、ハエとかアブとかね、草翅目と呼ばれる、あのグループ以外は大体残ってますね。まあ羽が退化しちゃってる昆虫もいるのでね、昆虫はね例外が非常に多いのでね、皆さん全ての昆虫って言っちゃうと間違いがあるんでね。まあ昆虫の定義というのはね、まあ、大きく分けてね、よいしょ、カツさばいていきますか。よいしょ、羽の付け根はこんな感じですね。やっぱり筋肉が詰まってますね。よいしょ、じゃあね、半分に真っ二つにバスッとバスッとやっていきます。バスッとね、じゃあこのメスでね、メスでしっかりと切っていきますね。よいしょよいしょ、いいかな。よしよし、じゃあね、まあ正中線に従ってね、この辺からねザグッとやっていきたいと思いますけれども、お、案外さっくりいくね。さっくりいきますな、セミの場合。やっぱり中身がね結構空洞になってるからね、カブトムシの時よりねさっくりいきましたね。さっくりいきました。よいしょ、よいしょ、ここまで切れたから、よいしょ、今度は裏返すか。裏返してね、こっからこうさっくりいくかね。パンスパンいくね。しかしセミは、セミは切りやすいね。みんなセミおすすめだよ、やっぱり非常に切りやすいですね。よいしょ、スパッといっちゃった。ほら、うお、すげえ綺麗にいった。これ僕の解剖史上すごい一番綺麗にスパッといったんじゃないかな、これ。ほら、パカリ、おお、わかりやすいですねこれね。やっぱりほらね、この筋肉、この筋肉わかりますね。異常なほどにね、このオスなんだけど、異常なほどにね、この、音を出すところの筋肉ね、音を出すところの筋肉が発達してるのわかります？これ、ほら、音を出すところの筋肉、これ、これね、ほらほら、これでこのね、音を出す器官をね、震わせて、腹膜をね、震わせてね、シャ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 って鳴くんですね。ほら、すごい筋肉だね。見てこれ。でね、ここの筋肉もすごいね。ほら、なんか牛の赤身みたいだね。ほんと、牛肉みたいだね。ほら、すごいよ、この筋肉。これはね、羽を動かすための筋肉ですね。羽を動かすため。で、ここに空間めっちゃ空いてるのわかる？この空間めっちゃ空いてるの。ほらほらほら。この空間めっちゃ空いてるの。ここで音を反響させるんですね、これね。すごいね。で、これが生殖器官ですね。生殖器官とか、あと、あの、消化器官もありますね。うん、ほら、ね。すごいね、これ。この筋肉ですよ。で、頭の部分はね、神経が詰まってますからね。神経が詰まってるから、身がたっぷり詰まってますね。ほら、これ、すごいですよ、皆さん。ね。こんな感じなんだね、セミね。いや、綺麗にスパッといったね。これは綺麗。ね、自分史上最高に、綺麗にいった解剖ですね、これ。ほら、神経の塊、そして筋肉、そしてね、振動させて音を反響させる器官、そして、消化器官と生殖器、ね、この辺には、まあ、体中にさ、酸素を行き渡らせるために気門って言ってね、ここの、ここのね、ところにね、気門っていうのがあって、まあ、あの、息をするための器官ですね。呼吸するための器官があって、そこから、吸い込んだね、酸素を体中に、運ぶための。でね、まあ、血管っていうのはないんですね。昆虫とか、軟体動物とかね、
まあ、閉鎖血管系の人間とか哺乳類と違って昆虫はね、開放血管系といって、ね、浸透させるんですね、体液を。体液を各器官に浸透させてそれを循環させるっていうね、つまり血管っていうのがなくて血がね、体中の肉にね染み込んでる感じかな。で染み込んでるのをこの、まあ、心臓のようなところをゴキュンゴキュンと動かして、そこを動かすことによってね、その、ね、体液を循環させてるって感じですね。よいしょ。じゃあこの繋がってるところを切っていくか。繋がってるところを切って真っ二つに分けよう。スパッとな。よし。これがセミちゃんですね。セミちゃん。美味しそうですね、これね。いやー。セミちゃんこんなにうまくスパッといくと思わなかったね。ほら見てこれ。真っ二つよ。真っ二つ。こっちから見るとまだね、セミの形してますね、ほら。で、こんな感じね。おー、綺麗ですね。ほら。教科書に使えそうじゃない、これ。もうすごいね。まあね、こんな感じでセミを解剖してみました、今回はね。皆さん勉強になったね。うん、これでね、夏休みの自由研究ね、これバッチリですね。セミの器官がどうなってるか。もっとね、詳しいこと言うと、マルピー技官とかね、いろいろあるのでね、皆さんネットで調べたり、しながらね、セミを解剖して夏休みの自由研究かなんかに使ってみてくださいね。素晴らしい。セミは切りやすいね。じゃあね、このセミちゃんもったいないからね、当然なんだけど、美味しいからね、僕食べていきますね。油ファイル。じゃあね、いい温度になったのでこのセミちゃん揚げていきたいと思います。ほら綺麗ですね。よし、油にちょっと待って、あたりが足りない。よし、油にインしていきます。インカラッと上がるまでね、カラッと上がるまで、セミちゃんをね揚げていきます。あんまり揚げすぎるとね味が落ちるからね、もういいんじゃないかな。これね、そんなに長く揚げてもね味が落ちるだけ。うわ危ない危ない、うわ危ない危ない、うわ危ない危ない、危ない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 、お箸が危ない、お箸が危ない、これ触ったら危ないやつかな。大丈夫だ。よしよしよし、熱々ね。じゃあそろそろいいんじゃないかなってことでね、出していきますね。はあ、危なかったね今。あのね、パツンとね水分が弾けて、それに驚いてね、僕がね、箸を落としてしまったせいでね、箸が油ぎっしゅですね。とっても油ぎっしゅです。お箸が油。まあいいや、そんなことは気にせずにね、いただいていきましょう。セミちゃん。セミはね、昆虫の中でもかなりね、一般的に食べられてる種類でね、あの、タイとかね、東南アジアの方へ行けばね、セミはね、一般食ですね。まあ日本でもね、結構食べる地域あるみたいですね。ほら、こんがり上がりました。匂いは、ああ、ね、うん、一般的な揚げ物の匂いですね。ね、形容しがたい。なんかね、かっぱえびせんみたいな匂いがしますね。じゃあこのセミちゃん食べていきましょう。いただきます。セミは美味しいってね、評判だからね。うん、身が詰まっててね、やはり幼虫同様ね、セミの幼虫も食べましたけど、幼虫同様非常に